ハヤジオは、日本海軍の駆逐艦。カゲロウ型駆逐艦の5番艦である。1942年11月下旬、雷沖で空襲により大破、沈没した。戦後、艦名は、海上自衛隊の林岡田潜水艦、はや春、潮型潜水艦、はやに継承された。駆逐艦早は、1940年8月末に、 浦賀選挙で完成した影廊型駆逐艦五番艦。太平洋戦争開戦時、第二水雷戦隊機関の第十5駆逐隊に所属して、南方作戦に伴う飛島作戦や乱印作戦に従事。1942年6月上旬のミッドウェイ作戦では、第十一航空戦隊の護衛に従事した。8月以降のがダルカナル島の戦いでは、第二次ソロモン海戦や、 南太平洋海戦等に並行して、ネズミ輸送に多数参加。11月中旬の第三次ソロモン海戦では、第二水雷戦隊機関となる。同海戦直後の11月24日、ニューギニア東部らへ増援作戦十字中、フォン湾で連合軍重爆撃機の夜間空襲を受けて、大破、炎上する。両艦白露の砲撃で自沈した。 1939年3月31日、日本海軍は、練習巡洋艦1番艦と2番艦にそれぞれ、カトリとか島、影廊型駆逐艦5番艦に早地を、側転型不設定に、巨彩の艦名を与えた。同日付で4隻は、艦艇類別等級表に類別される。本艦は、裏が選挙で建造されることになった。 早塩は1938年6月30日、気候。1939年4月19日、浸水。1940年5月1日、日本海軍は朝塩型駆逐艦4番艦、荒塩偽装委員長及び、初代艦長、駆逐艦佐月屋、初雪艦長等を歴任した山、熊和義陣中佐を、早塩偽装委員長に任命する。同日、 裏賀選挙の早地義総造院事務所は事務を開始する。8月31日に竣工。山熊中佐も正式に早地尾駆逐艦長となった。早地義総造院事務所を撤去。クレチンジュ布石。1940年8月31日、日本海軍はすでに竣工していたカゲロウ型4番艦、親塩と完成したばかりの夏塩と早塩で第15駆逐隊を編成した。 初代駆逐隊司令には、上田孝之助大佐が任命されている。編成直後の第15駆逐隊は、クレチンジュフ練習駆逐隊となる。11月15日、第15駆逐隊は、第2艦隊、第2水雷戦隊に編入。同時に、第16駆逐隊に所属していたカゲロウ型3番艦、黒潮が、第15駆逐隊に編入され、1 5るは、 定数4隻を揃えた。1941年6月18日、第15区畜隊司令は、上田大佐から佐藤虎次郎大佐に交代した。9月1日、山熊中佐は、第11総会隊司令へ転任。金田清中佐が、早地奥畜艦長に捕食される、太平洋戦争開戦時、影老型姉妹艦4隻は引き続き、第15区畜隊を編成。 第二水雷戦隊に所属し、飛島部隊の指揮下にあった。また二水戦で、第五九州隊を編成していた。第五九州隊は11月26日に、内海西部を出発、南方部隊本隊と行動することになった第八、駆逐隊を途中で分離し、12月2日パラオに到着した。1941年12月8日の海戦以後、第二水雷戦隊は、 人を部隊に所属して、ダバを、レガスピー、ホロ攻略作戦に参加した。フィリピン方面の作戦が一段落すると、人を部隊の大部分は12月28日付で、乱印部隊となり、東南アジアでの作戦に従事する1942年1月、第15駆逐隊は、メナド攻略作戦に参加し、以降、ケンダリー、アンボン、マカッサル、 クーパンの核攻略作戦、ジャワ南方機動作戦に参加した。マカスサル攻略戦十字中の2月9日、アメリカ潜水艦の雷撃により、両艦、夏潮が沈没。カゲロウ型駆逐艦で最初の沈没艦となった。佐藤司令は司令駆逐艦を親潮に変更した。第15駆逐隊はカゲロウ型三隻編成になった。3月初頭。 高尾型重巡洋艦3隻第4駆逐隊はセレベストスターリング湾を出撃してジャワ島南方に進出通称破壊作戦を実施する。重巡部隊を支援していたハヤジオは3月2日にオランダ戦隻の輸送船を打破した。3月3日、重巡部隊はハヤジオと輸送船東栄丸と合同、補給を行う。3月7日、各艦は スターリングワンに帰投した。3月15日、第15駆逐隊は空母、加賀を護衛して、スターリングワンを出港した。途中、黒潮和に推薦機関人数護衛のため分離した。3月22日、カガは佐世保に到着、佐世保海軍交渉で修理を行う。同日、第15駆逐隊はクレに到着する。 3月23日から4月17日まで、早塩は、クレで整備に従事した。4月上旬、フィリピンの連合軍残存部隊は、バターン半島及び、レヒドール要塞に立てこもり、抵抗を続けていた。日本海軍は4月10日に、南西方面艦隊を、新編レイカの第3、南遣海艦隊は引き続き、秘湯部隊として、 マニラ湾の封鎖任務や陸軍輸送船護衛任務を続けていた。4月17日、第15区逐隊は、クレオ出撃、飛島作戦に協力するためフィリピンへ向かう。翌4月18日、米軍はドリットル空襲を観光する。第15区逐隊は、宮崎県沖合でドリットル隊の B-25、型爆撃機を発見、黒潮が対空射撃を行った。 また、米軍機動部隊を擁撃するため、第十五駆逐隊は、警戒部隊に編入される。警戒部隊指揮官、高須市郎中将の指揮下兵力として、他部隊から派遣された艦艇や、航空隊とともに、日本列島沿岸の警備に当たるが、米軍機動部隊との交戦は起きなかった。本作戦十字中の4月19日朝、早塩は、ソビエト商船の臨検を実施しているが、 連合中に悪天候でソ連商船を見失い、日本海軍は基地航空隊を投入して捜索活動を行っている。4月20日夜、連合艦隊は作戦中止を発令する。第2戦隊等は内海西部駅東、第15駆逐隊はフィリピンへ向かった。当時、日本海軍の飛島部隊はビサヤ諸島とミンダーノ島における、 日本陸軍の艦艇作戦に協力していた。フィリピン進出後の第15駆逐隊も艦艇作戦に従事する。4月28日、第15駆逐隊第1小隊は陸軍輸送船の護衛を命じられて、ビサヤ諸島へ出撃。第2小隊はマニラ封鎖部隊に編入された。5月10日、第15区隊は秘湯部隊から除かれた。同日、 マニラを出発する。同時期、35回海,海戦で損傷した第5航空戦隊の空母、昇格は、駆逐艦、夕暮れとサザナミに護衛され、内地に向かっていた。第15駆逐隊は、サイパン島付近で昇格隊と合流する。5月17日、昇格と護衛部隊は、クレに帰投した。5月下旬から6月上旬にかけてのミッドウェイ作戦における、 第15駆逐隊、親潮と黒潮は輸送船団護衛隊に所属していたが、早潮は第11航空船隊を機関とする航空隊として行動した。特設水上規模艦、上川丸は第4艦隊付属だったが、潜水艦ドラムに撃沈された水上規模艦、水穂の大艦として5月20日付で航空部隊及び第11航空船隊に編入されていた。 上川丸には、旧足島攻略のために連続一個分隊が、上艦している。航空隊の主任務は、ミッドウェイ島攻略部隊の対戦、対空警戒、旧ア島の攻略、ミッドウェイ占領後の水上基地設営等であった。早塩は、クレで緊急整備を行った後、佐世保に移動する。同地より 15× は、シトセを護衛する。26日、シトセは、 サイパン島に進出した。5月28日有告以後、ミッドウェイ占領隊、航空隊はサイパン島を出撃、ミッドウェイに向かった。航空隊は、戦艦部隊と行動を共にし、水蒸気により、対戦、対空紹介を行った。輸送船、護衛艦,艦艇とも、対空火器は極めて貧弱であった。翌29日、戦艦部隊は、 グアム島から来た最上型重巡洋艦を機関とする支援隊と合流する。30日夜、船団部隊は支援隊を見失い、そのまま連絡が取れなくなった。6月4日、航空隊は事前の計画通り船団部隊と分離して、ミッドウェー北西約17海里に位置する旧アシマに向かった。当時、船団は B-1710 9機の空襲を、 受けたが、特に被害はなかった。真夜中に飛行艇による夜間攻撃を受け、輸送船2隻が損傷した。6月5日、ナグモ機動部隊の主力空母4隻は空襲を受けて、炎上、戦闘不能となる。同日戦、攻略部隊指揮官は、船団部隊に対し、第11航空船隊司令官式による輸送船団の飛隊と、 第2水雷戦隊の攻略部隊本隊への合流を命じる。旧足間に向かっていた航空部隊は反転、高速を発揮できる、千歳と早塩は同日1632低速の上川丸と第35号小海艇は6月6日0400にそれぞれ戦団部隊と合流する。前述のように護衛部隊指揮官は指揮下部隊を率いて、 攻略部隊本体に向け進撃していたので、第十5駆逐隊を含め戦団部隊の指揮は藤田、少将が取った。戦団部隊は藤田司令官の指揮下で南鳥島方面への退避を続けた。6月7日、藤田司令官は従順、三熊と最上に対する米空母機の攻撃を知り、戦団部隊も翌日には、 敵空母部隊に捕捉され空襲にさらされると判断した。そこで速力を基準に、戦乱部隊を三分割、一刻も早く南鳥島の飛行威力圏内に、期待することにした。各戦乱の内訳は、一番隊、二番隊、三番隊であった。航空隊は、戦乱部隊二番隊と三番隊の中間付近に、一致した。6月8日朝、藤田司令官は、 敵機動部隊からの離脱に成功したと判断し、分割していた戦団を合同した。1710、上川丸は、連合艦隊からの加齢により、戦団部隊と分離、翌日には、第三戦隊第一小隊と合流して北方に向かった。また、戦団部隊の指揮は藤田から田中に復帰する。6月9日、正午、千歳と早塩は、 戦団部隊から分離する。6月14日、2隻は葛島白地に入り泊した。同時通誘国には、戦艦、ヤマトなども葛島白地に帰投した。7月5日、アリューシャン方面作戦に従事中の第18駆逐隊の駆逐艦3隻は、アメリカ潜水艦、グロウラーの雷撃により、荒れ沈没、知ら大破、体派、霞大破という損害を受ける。 駆逐隊として、当分活動できないため、残存かつ健在の駆逐艦、カゲロウは7月20日付で、第15駆逐隊に編入された。第15駆逐隊は再び、カゲロウ型駆逐艦定数4隻となった。艦隊の編成外により、二水船も、軽巡、人数、第15駆逐隊、第24駆逐隊となった。1942年6月末、 連合艦隊司令長官山本56大将は南西方面艦隊に対し7月下旬から8月下旬にかけてインド洋方面で通称破壊機動作戦を実施するよう命じた。作戦名は B 作戦であった。南西方面艦隊の従来戦力に加え連合艦隊所属の一部戦力も B 作戦に参加することになった。作戦全体の指揮官は第一 南図解艦隊司令長官。本艦は、機動部隊南方隊、第7戦隊、第2駆逐隊、第15駆逐隊に所属していた。B 作戦参加部隊は、7月31日までに、マレー半島西岸メルギーに集結した。7月には、ペナン沖で、対戦警戒活動を実施する。8月7日、ガダルカナル島攻防戦の正規により B 作戦は、中止され、 増援部隊は、ソロモン諸島への移動を開始した。第2艦隊と第3艦隊の大部分は、トラック白地を経由して、南太平洋方面へ、進出、8月下旬の第2次ソロモン海戦に至った。同海戦で、軽空母、龍城特区艦、無月及び輸送船、金辰丸が、沈没、水上規模艦、死と瀬戸、京旬、人数が損傷する。 輸送船団によるガトー揚陸作戦は中止された。人通はトラック白地に交代して修理を行い、二水船は、早地を置き換として9月上旬の川口死体、総攻撃援護作戦に従事した。9月25日、二水船機関は、人通から軽巡、伊スズに交代した。続いて二水船の大部分はガダルカナル島輸送に投入される。 外南洋部隊増援部隊に編入された各艦、各隊はトラック白地からビスマルク諸島へ移動する。9月30日、ニューアイルランド東カビエンで水上規模艦、日清と合流、同艦を護衛して、親塩と早塩はショートランド白地に到着した。10月3日以降、第15駆地隊は外南洋部隊増援部隊の両艦と共にガトー輸送作戦に従事した。 10月9日、第15駆逐隊司令、佐藤虎次郎大佐指揮下の6隻は、ショートランド白地を出撃、日本陸軍第17軍をガートウに輸送する。第17軍司令部と大本営陸軍部参謀、辻正信中佐など、陸軍の高級将校は、ラバウルで、駆逐艦、サミダレ二条艦、ショートランド白地移動後に、親潮へ移乗した。輸送作戦は成功し、 百武中将や辻中タスクは、ガトーに上陸した。10日、輸送部隊は、ショートランド白地に戻った。10月中旬のヘンダーソン基地艦砲射撃では、第3戦隊司令官、栗田武雄中将の指揮下、第3戦隊、第2水雷戦隊として参加する。飛行場砲撃実施のため、第15区畜隊は10月11日付で、前進部隊に復帰。 ショートランド白地紀頭後に即日施行する。10月12日1230、洋上で第3戦隊以下と合流した。10月13日から14日にかけて、ガダルカナル島、ヘンダーソン飛行場砲撃を行う第3戦隊を護衛した。15日夜、第5戦隊と第31駆逐隊がガトウ海域に突入し、ヘンダーソン飛行場を砲撃する。 二水船は射撃隊の警戒に従事した。続いて、支援部隊、前進部隊に所属して、南太平洋海戦に参加する。26日の海戦当日、黒潮と早潮は、第二航空戦隊機関、巡洋を護衛しており、空母砲ネットの追撃には参加していない。11月1日、連合艦隊は、損傷艦の修理とか灯輸送部隊増強を、 かねて兵力部署の再編を実施する。第2水雷戦隊は、外南洋部隊に編入され、3日にトラック白地を出発、5日11時30分、ショートランド白地に進出した。外南洋部隊増援部隊の職務は、第3水雷戦隊司令官から第2水雷戦隊司令官に引き継がれ、3水戦はトラック白地に帰投した。6日から7日にかけて、 構造延隊は 15× 司令の指揮下で、ガトー輸送を実施する。空襲で、長波と高波が昇波したが、作戦は成功した。大本営陸軍部の辻正信陸軍中佐は、駆逐艦に乗艦し、ガトーから生還した。11月12日、第二水雷戦隊司令官田中雷造少将は二水戦機関を、伊津から、早塩に変更する。 同日15時30分、第15駆逐隊、第24駆逐隊、第31駆逐隊、収容隊、第1分隊、第2分隊は、ショートランド白地を出撃、ガダルカナル島に向かう。だが、飛行場砲撃に向かった、低震攻撃隊が、夜間水上戦闘に巻き込まれる。停震輸送戦団は、連合艦隊の命令により13日午前3時に、反転し、 午前11時頃、ショートランド白地に戻った。11月13日朝、外南洋部隊主体と支援隊は、ショートランド白地を出撃。支援隊は同日深夜に、ガトーヘンダーソン飛行場砲撃を完光した。停身輸送船団は、同日15時30分、ショートランド白地を再出撃した。11月14日朝、輸送船団は、 ニュージョージア等東方海域で作敵機に発見される。以後、F4 回ワイルドキャット戦闘機、SBD ドーントレス急降下爆撃機、TBF アベンジャー来撃機、B-17 爆撃機の波状攻撃を受けた。零式艦上戦闘機延べ36機、零式水上観測機14機が上空警戒を行ったが、敵機を阻止できなかった。輸送船6隻が沈没。 サドマルのみ、損傷被期した。外南洋部隊も空襲を受けて、損害を受けた。第二水雷戦隊と残存輸送船4隻は、進撃を続行する。増援部隊指揮官は、輸送船4隻を、ガダルカナルトータサファロング沿岸に突入、格座させた。約2000名が上陸したが、無傷で揚陸できた、物資、糧食、重火器は少量であった。 またガトウから生還できた輸送船4隻の乗組員も少数であった。15日夜、第2水雷戦隊はショートランド白地に帰島した。第3次ソロモン海戦は日本軍の大敗で終わり、ガダルカナル島撤退の決定的要因となった。11月16日、日本軍は第8方面軍と第18軍を新編した。第8方面軍は 第十七軍と第十八軍を霊下に置いた。同十六日、連合軍はニューギニアと東部ブナ地区に上陸を開始、パプアニューギニア方面で攻勢に出た。第十七軍は霊下の南海支隊の一部兵力をブナに輸送することになった。外南洋部隊はブナ増援輸送を、かねて兵力部署の変更を発令する。ショートランド在白の従順、鳥海特畜隊は、 ラバウルに支援隊はカビ園に移動した。鳥海は損傷修理のため、両風に護衛されて、ラバウルからカビ園経由でトラック白地に向かったので、両風の大艦として、ハヤジオが支援隊に編入された。ハヤジオは第二水雷戦隊各艦と分離してカビ園へ移動する。11月18日夜、うな造園輸送に従事中の 海風が B-17 の攻撃で、航行不能となり、朝潮に栄光されて、ラバウルに撤退した。19日、海風の大艦として、早塩は R 方面防備部隊に編入され、ラバウルに移動した。また、ブナ方面作戦の重大性に鑑み、トラック白地に戻ったばかりの前進部隊から、駆逐艦4隻を、外南洋部隊に編入し、ラバウルに派遣した。 二十二日午前中、駆逐艦四隻はラバウルに進出した。ラバウルの早塩では陸戦隊員や物資の積み込みとともに幹部乗組員以下人事移動が行われたという。ウナ方面の選挙区が重大視される中、外南洋部隊はアール方面防備部隊の負担が重くなりすぎたことを考慮し、東部ニューギニア方面の防備を第七根拠地帯、司令官に 東部ニューギニア方面輸送を第18戦隊司令官松山孝治少将に委ねた。松山少将はトラック白地で修理中の慶順、立田から駆逐艦、両風に移乗して23日ラバウルに進出。カビエンザイ白の慶巡、天竜も同日ラバウルに進出した。松山少将は正気を天竜に移した。同23日12時40分。 外南洋部隊指揮官は、兵力部署の改定を発令。その中で、六東部ニューギニア方面護衛隊、第十八戦隊司令官、第十八戦隊、第八駆逐隊、第十駆逐隊、春雨、白露、電磯波、早地を東部ニューギニア方面に対する輸送作戦と、定めた。同二十三日二十一時、春雨以下駆逐艦五隻の輸送隊は、ラバウルを出港し、 カプアニューギニアのラへ向かった。輸送部隊指揮官は、第2駆逐隊司令、立花の正尾大佐で、各艦の所属は、第2駆逐隊、第27駆逐隊、第6駆逐隊、第19駆逐隊、第15駆逐隊であった。乗船部隊は、横須賀鎮守府第5特別陸戦隊と佐世保鎮守府第5特別陸戦隊であった。本作戦は、 東部ニューギニア方面護衛隊編成後の最初の輸送であった。翌11月24日午後7時前後、輸送隊は大東方本湾で B-17 爆撃機7機の攻撃を受ける。早塩は資金弾により浸水して、左舷機械が使用不能となり、応急処置を実施した。また、2番砲塔は射撃不能となって死傷者も出ており、3番砲塔も、 人員は無事であったものの射撃通信装置故障で射撃困難となっていたという。敵機直接下での揚陸は不可能と判断した第二駆逐隊指令は部隊の判定を命じた。応急処置完了後の早塩は速力28ノットを発揮していたところ19時10分から25分にかけて試金弾と命中弾を受ける。一番報道と環境間に受けた直撃弾により 大火災となった。春雨が雪原を試みたが、誘爆の危険により果たせなかった。弾薬や燃料に引火して、手の施し様がなくなり、金田中佐は20時25分に、総員退去と軍艦機降下を命じる。脱出者は、領艦が派遣した、総裁定に、救助されていった。早治お艦長は、頭部負傷により、意識不明となり、その間に、救助されていたという。 その後、早塩は、白露の砲撃により、魚雷が、爆。二23時5分に沈没した。戦死者、約50名。沈没地点記録難易06度54分、統計147度55分、波6.900度統計147.917度、マイナス6.900、147.917。25日、輸送隊四隻は、ラバウルに帰島した。 29日の輸送作戦では、白路が大破し、県運が損傷する。連合艦隊は、ニューギニア方面輸送の困難を認め、複数隻を外南洋部隊に増強した。駆逐艦、早樹は12月24日府で、帝国駆逐艦隻、第15駆逐艦隊、影廊型駆逐艦のそれぞれから除籍された。早樹駆逐艦長の職務を解かれた、金田清中佐は、 建造中の秋月が宅地区艦五番艦、新月偽装委員長及び初代艦長に任命される。だが、新月が倉湾野戦で沈没した際に、第三水雷戦隊司令官、秋山照夫少将と共に戦死した。山、熊和義人、中佐、1940年5月1日から1940年8月31日産、熊和義人、中佐、 1940年8月31日から1941年9月1日、金田清志中佐。1941年9月1日から1942年12月20日。ありがとうございます。